そして、今回代理戦争のメインですね、第7試合、トーナメント決勝、イコール田辺推薦のトビー矢野さん、一言お願いします。はい、明日決勝戦なので、いいパフォーマンスを出して盛り上げたいと思います。監督、イゴル監督、どうですか？まあ、そうですね、決勝も1回戦、2回戦に関わらず1ラウンドで決着してみたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そして岡部雄心監督、中村凛也推薦の中村圭一郎選手。はい、仕上がりも本当に良くて、明日が本当に楽しみですね。最高のパフォーマンスできると思います。はい、中村選手はね、格闘代理戦争の T シャツ着て来てくれるぐらいね、本当に格闘代理戦争愛が詰まっている選手だなと思います。中川選手、ちょっと残念ながら決勝残れなかったんですけど、充実家として決勝予想をしてもらってもいいですか？Você traduz tudo? Hoje? Vai ser uma luta difícil, mas eu acho que o jiu-jitsu vai ganhar. Se a gente está muito difícil, mas eu acho que o jiu-jitsu vai ganhar.俺ちゃう。チャイだって。チャイですから。ありがとうございます。はい、その他、はい、はい、どうぞ。小村選手とトビ選手にお伺いしますか。1ヶ月で3試合、3分戦だったとはいえ、そのダメージとをここまで、ね、今からどんな感じでしょうか。初戦で。じゃあ小村さんから。あ、僕から。ダメージも特になく、逆にこの3ヶ月連チャンで試合するっていうのはなかなか多分 MMA だとないんで、すごいいい経験になりましたし、こんなに自分3ヶ月で仕上がり連チャンでいいんだっていう、最後にこんだけよく乗ってこれるんだっていうのを、まあ、自分でも新しい扉が開けて感じれたんで、また1個強くなったかなと思います。はい、そうですね、自分も試合のダメージもなくて練習の怪我もないんで、万全の状態で明日はやります。はい、トビーさん、タイで打撃の練習してましたけど、どんな感じでしたか？はい、そうですね、10日間行ってたんですけど、やっぱり短いスパンだったんですけど、レベルアップした自信はあります。はい、最後サングラスかけて海岸の海沿いから上がってきたんですか？あれは、はい、あれはちょっとプライベートの、プライベートですね。はい、それまち高橋さんだ。練習はしてた。練習もしてました。はい、ありがとう。さあ、そしてはい、決勝の2人に伺いますけども、はい、それどんな試合になりそうなのか、どんな試合を見せたいのか、それぞれ教えてください。はい、僕の試合は本当外れないと思ってるんで、1回戦も2回戦も他の MMA の僕の試合はすごい面白い試合になるし、前回会場で見てもらった人も分かると思うんですけど、めちゃくちゃ面白いな試合になるんで、はい、どういう試合になるかは当日のお楽しみ、すごく楽しんでもらえたら。そうですね、自分はグラップラーなんで、テイクダウンして引きようか一本勝ちしたいと思います。はい、トミー矢野選手 65.35 クリアです。中村選手 65.45 クリアです。はい、じゃあフェイス2人逆で中村選手こっち、中村選手です。はい、フェイス2フェイス向き合ってファイティングポーズ。
はい、正面。はい、OK。 じゃあそれでは全選手着替えてセンターに。